こんにちは、ケルです。日本男児なら誰もが通る生の目覚め。覚醒ヒロインといえばこの二人ですよね、うん。子供の頃からずっと片思いして、うん、結婚したいと思っていた日本男児は多いはず。うん、もうめちゃしこキャラ。 大人になった今でも、ほ、うんと色気を感じる二人は、この荷大ヒロインだよね。うん右。ドラえもんの静香ちゃん、源静香。うん。もう、アニメに興味ない人でも、一度は通る道。うん。もう、子供の頃、静香ちゃんを見て、ほんと、マジで、 結婚したいと思ってた。うん、もうね、うん、チートで、うん、静香ちゃんと結婚したのび太が超絶羨ましい。憎たらしいほど羨ましい。ほんとさ、小学生なんだよ、静香ちゃん。小学生で、この色気。うん、小学生、 女の子のフローのくのび太とドラえもんってほんとんだよってかいう感じだよね、うん、左、うん。ルパン三世のミネフジコ。うん、ミネフジコも、うん、誰もが通る覚醒キャラ、うん。俺は基本的にルパン三世はパート2のミネフジ,フジコが好きなんだよ。うん ミネオフィチコはさ、ほんとさ、ネズミ男みたいに裏切るんだけど、でも、美人だから許せるみたいな。うん、もう、もうこの二人はほんと最強だよね、うん。ご視聴ありがとうございました。